皆さんこんばんは。湘南美容クリニックの中水です。今回は新シリーズの第2回目になります。前回の第1回目の毛穴に関する論文まとめという動画でもお話ししたんですけども、皮脂の分泌量と毛穴っていうのはすごく密接に関わっています。で、その毛穴を改善するために皮脂の分泌を抑えたいんですけど、その皮脂の分泌を抑える方法の一つとして、ボトックスが挙げられるっていうお話を前回の動画でちらっとだけお話ししたと思います。で、今回はですね、そこについて、より深く掘り下げていきつつ、海外論文の中からいくつかピックアップして、ご紹介していこうかなと思います。で、ボトックスを打つとですね、肌質が良くなるっていう噂を聞いたことある方もいらっしゃると思うんですけども、なんでそうなるのかっていうことを、この動画が見終わる頃にはきちんと説明できるようになってらっしゃるんじゃないかなと思います。でですね、そもそもボトックス自体がどんな治療で本来使われているのかっていうのを全くご存知でないっていう方は、まずそちらを理解していただいた方がいいんじゃないかなと思います。私の YouTube チャンネルの、前のシリーズの動画のボリューム5にボトックスというタイトルでボトックス治療について非常に簡単にお話ししているものがあるので、まずはそちらをね、聞いていただいてからこちらに戻ってきていただく方が少し分かりやすいんじゃないかなと思うので、全くボトックスの知識に関して自分はないなと思ってらっしゃる方はそのようにしていただけるといいかと思います。で、その動画の方でもね、述べているんですけども、ボトックスっていうのは一応商品名になるんですよね。もともとボツリヌストキシンって言って、菌の毒素を使っているんですけども、いろんな会社がその菌の毒素を販売はしているんですが、アメリカのある会社が出しているものを一般的に、ボトックスと呼んでいるのであって、本来はボツリヌストキシンっていう成分なんですね。なんでこの後説明する論文の中ではボツリヌストキシンっていう名前で出てきますが、ほぼほぼボトックスと、同じ効果、同じものだと思っていただいて、結構です。私の説明の中でもですね、多分ボトックスって言ったりボツリヌストキシンって言ったりすると思うんですけど、この動画内では、同じものとして、考えておいてください。では、早速やっていきましょう。はい、それではですね、心皮内へのボトックス注射というと、これまでいくつかですね、論文が発表されてきているんですが、今回はですね、その中でも、大きく3つを取り上げて発表していこうと思います。それぞれですね、2008年、2013年、新しいものだと2020年の1月に発表された論文です。それぞれに番号をですね、1、2、3と振って順にですね、簡単にお話ししていこうと思います。まず1つ目の論文ですが、タイトルを日本語訳にすると、ボツリヌストキシンの心皮内への注入が皮脂分泌量を減らし毛穴のサイズを小さくするというものです。この論文はですね、アメリカのミシガン州というところの、ドクターが書いたものなんですけども、この先生がボトックス注射を普段から行っていると、患者さんからですね、ボトックスをしたら肌質が良くなって皮膚がテカらなくなってきましたというふうに言われるようになったそうです。で、この先生はですね、これまでの研究から、確かに皮脂の分泌にはアセチルコリンというものが関わっていて、でボトックスはそれをブロックするということもなんとなくこれまでの研究で分かっていたので、理論的には確かに皮脂の分泌が減るはずだと思ったわけです。そこでですね、これまでの20人の患者さんにボトックス注射の前とそれから1ヶ月後でどう変わったかを聞いてみました。その結果、20人のうち17人が皮脂も毛穴も改善したというふうに述べていました。これらのことからも、やはりボトックスは皮脂や毛穴に対して効果がありそうというところがなんとなく分かってきていました。
まあ、しかしですね、今回はお客さんたち本人に聞いたあくまでも主観的な指標なので、もっと客観的な評価が今後必要だと述べて、この論文は終わっていました。そこで次に出てくるのがこの2番目の論文です。タイトルを日本語訳にすると、神秘内のボツリヌストキシン注入の安全性とオイリー肌への効果になります。今度はですね、ニューヨーク大学の皮膚科の先生が、皮脂の分泌量をちゃんと機械を使って測ろうというふうに、考えました。男性5人、女性20人の計25人を対象にして、まずはおでこに10箇所ボツリヌストキシンを神秘内注入して、その後の1週間後、1ヶ月後、2ヶ月後、3ヶ月後に皮脂の量を機械で確認しました。ちなみにちゃんとフォローで来てくれたのは25人中23人で、2人は途中でやめてしまったようです。その結果をまとめたものがこちらのグラフになります。縦軸が皮脂の分泌量になるんですが、治療前と比べて明らかにですね、7日後、そして最後は3ヶ月後まで皮脂の分泌量が減っているということがわかります。一番効いていた1ヶ月後に関しては平均して約 80% の皮脂分泌を抑えることができたという結果になりました。またですね、写真を撮っていたので、前後を比較してみると毛穴も目立たなくなっていましたし、患者さん本人たちに、満足度調査も行っていたんですが、 90% 以上の対象者が効果に満足をしていました。今回はですね、前回と違って皮脂の分泌量をしっかりですね、機械で測っていて客観的な評価ができていたため、まあ、結論付けとしてはオトックスの神秘内注入で皮脂と毛穴の改善ができそうだというふうに、結論付けてありました。でまたですね、これまではロアキュタンが強力な皮脂の抑制効果があるものとして有名でしたが、副作用の観点からロアキュタンは長続きしない人も多かったと、ただですね、皮脂や毛穴を気にする人は若い人も多く、そのような人たちが気軽にできるという意味では、ボトックス注射というのも、これから新しい選択肢になってくるのではないかというふうに述べてありました。でただですね、今回の研究でも一つ欠けているところがあって、コントロール群といって、つまり、ボツリヌストキシンを打つと見せかけて、その打ってないグループですね、つまり比較するためのグループが存在していなかったというところが問題点として挙がっていました。医学論文や医学の研究ではやはりこのコントロール群といって、比較するためのグループを作っておくっていうのが一般的なので、そこが一つ残念だったところかなと思います。そこでですね、3番目に挙げるこの論文が登場するわけです。こちらは2020年の1月に、発表されたものですが、タイトルを日本語訳にすると、神秘内へのボツリヌストキシン注入の拡大した毛穴や皮脂への効果というふうになります。これはですね、エジプトの大学病院の皮膚科の先生が書いたもので、今回は顔を半分に分けて、片方にはボツリヌストキシンを打って、もう片方には生理食塩水を打って比べてみようという方法でやったものです。この図に書いてあるように、片方にはボトックス、片方には生理食塩水、これを、どっちかにランダムで打って、もちろん打たれた方もですね、どっちに何を打ったかっていうのがわからないようになっています。これをですね、20人の方に協力をお願いして、
注入後の1ヶ月と4ヶ月後に評価をしています。で結果はですね、1ヶ月後、予想通り毛穴も皮脂も改善していたんですけども、驚くべきことに両サイドとも、効果が出ていたという結果になりました。4ヶ月後に関しては効果がしっかりあったのはボトックスを打った方の顔半分だけだったんですけれども、皮脂はですね、この結果についてですね、注射する刺激や、生理食塩水が一時的に毛穴や皮脂を改善させたっていうのは非常に興味深かったと述べています。なんでこのような両サイドとも結果が出てしまったかっていうことに関しては、筆者もですね、自分なりに原因を考えていらっしゃったんですけども、それについてはですね、この後少しお話ししていきます。でこれまで3つの論文を見てくると、なんとなくですね、ボトックス自体が皮脂分泌を抑えてくれるっていうのは分かったと思うんですが、結局どういうメカニズムでそのようなことができるのかっていうことがそれぞれの論文に書かれていたので、それを簡単にまとめてお話しします。人間の毛の周りの構造を非常に簡単に書くとこのような構造になっていて、脂腺といって皮脂を作り出して分泌していくという器官が毛穴の近くに開口しています。もう一つですね、立毛筋という非常に小さな筋肉が毛の周りには存在しています。体がですね、皮脂を出してくれとか立毛筋を収縮させてくれっていうような信号を出しているんですけども、ボトックスはですね、その信号をブロックするという役割があります。皮脂の信号をですね、ブロックするっていうのは分かりやすいと思うんですけど、この立毛筋というのは新しく出てきた言葉なので簡単に説明します。この筋肉はその名前の通り毛を、立たせるという筋肉になります。皆さんも鳥肌というものを経験したことがあると思うんですけども、あの時は毛がシュッと逆立っているようになりますよね。あれはこの立毛筋というものが、作用しているんですけれども、人間が非常に寒い環境に身を置かれた時に、この立毛筋を収縮させて毛をシュッと、立たせることで、この辺りにですね、皮膚表面に空気の層を作ることで体の表面から熱が逃げていかないようにするという役割があります。で、この立毛筋がキュッと収縮をするとその近くにある視線から皮脂がギュッと出てきて、それが皮膚表面を覆うことで、それによってまた熱の分散、熱が体から逃げていくのを防ぐということができるようです。よって、この立毛筋を収縮させる信号をボトックスがブロックするので、こちらも、少なからずですね、皮脂の分泌を抑えるということに関与しているのではないかと、筆者たちは考えていました。で、最後の3つ目の論文で、生理食塩水を打った方の顔でも皮脂の分泌が抑えられたという原因に関して筆者は次のように考えていました。真皮の中に水分がたくさん溜まると視線の皮脂を出していく管のところが水分によって圧迫されて閉塞してしまうため、皮脂の分泌が抑えられたのではないかと考えたようです。もちろんこれは確実ではないんですけれども、真皮内が明らかに分厚くなっているというのが、1ヶ月後でも画像で確認されていたようなので、確かにその可能性はなくはないんですが、結構不思議な結果になったのかなと僕も思いました。はい、お疲れ様でした。このようにですね、一つの治療に関する
ことだけでも、まあ、こうやって何回も研究が繰り返されてですね、まあ、ある人がやった研究をまた別の人がグレードアップさせて研究してみたりとか、そういうことを繰り返して、まあ、医学っていうものが進歩していくわけであります。まあ、今回はですね、まあ、そのような医学の研究の流れとか医学の研究の世界を少し覗いていただけたんじゃないかなと思います。で、まあ、本来はですね、まあ、この3つの論文に関しては細かいところもしっかり読み込んでいくと結構突っ込みどころがあるところがあったりとか、まあ、結構吟味すべき議論すべきところあるんですけども、まあ、そこまで深くやっていくっていうところは、まあ、この動画の趣旨ではないので割愛させていただこうと思います。で、まあ、今回のね動画をご覧になっていただいた上で、まあ、実際に自分もやってみたいなと思う方もいらっしゃると思うんですけども、まあ、一般的なボトックス注射、つまりまあシワ取りのボトックスとか、まあ、エラのボトックスとかとはまあちょっと違う打ち方になってくるとは思うので、まあ、調べてもらうと分かると思うんですけども、マイクロボトックスっていう名前で展開しているところがあったりとか、あとは水光注射というものの中に、まあ、ボトックスをっていう成分を入れてですねやってらっしゃるところもあるのかなとは思います。で、あとはですね、最近流行りのダーマペンっていう小さい針で皮膚表面に穴を開けていくっていう治療があるんですけども、まあ、それとボトックスを組み合わせてあげるっていうのもこれに近い効果が得られて、まあ、おすすめできるかなとは思いますので、まあ、近くのクリニックで展開している治療を見つけてですね試してもらうと面白いかもしれません。はい、じゃあ本日はここまでにしたいと思います。まあ、この動画がためになったとか面白かったという方はぜひ高評価やチャンネル登録をお願いいたします。それでは今日も一日お疲れ様でした。おやすみなさい。